皆さんご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。ついにあの幻のシリアルエクスペリメンツレインを借りることができました。イエーイ。いやー嬉しいです。すごく古いゲームなのですが、長期プランでプレイしていけたらなと思います。よろしくお願いいたします。なるべく紹介など入れつつ、会話が多いので私の喋る暇が、あまりないかもしれませんが、ご容赦願います。あと、なるべく順番通りにプレイしていきたいとは思いますが、時系列順にならない可能性もあるので、ご容赦いただければと思います。それではスタートましたね。あれ、点々が出ない。点々が出ない。おー、出ました。おお、あ、懐かしい。こんなんだったっけ。では、カウンセリング1から、ファイルを開いていきたいと思います。懐かしい。いやー、いいですね。それではお母さんはそちらの控室でお待ちください。レインちゃん、心配ないからね。さあ、そこに座って。ジュースかなんか飲むもの欲しい？そんなに緊張しなくてもいいのよ。そうだな。先生は喉が渇いたから紅茶を飲みたいんだけど、レインちゃんも付き合ってくれない？だって先生だけ飲んでると変でしょ？ありがとう。それじゃあ何がいい？とりあえずいろいろあるけど。同じで。紅茶でいいの？わかった。じゃあちょっと待っててね。はい、お砂糖とミルクは自分で入れてね。はい、どうぞ。まずまずかな。これね、アールグレイってお茶で、先生はこの紅茶が大好きなの。アールグレイ？そう。紅茶にもね、種類があって、香りとか味とか違うものなの。美味しい？そうね。私にはいいかもしれないけど、レインちゃんにはどうかな。試しにちょっと飲んでみればいいのよ。もし美味しくなかったら、他のものにすればいいんだから。ね？ほら。カウンセリングは、初めのうちは、すごく緩やかな感じですね。あ、ありました。カウンセリング2。なかったみたいね。苦い？お砂糖入れる？じゃあミルクを入れたら苦味がなくなっていいかもしれないわ。
それとも他のにする？牛乳は嫌い。そうなんだ。ごめんね。先生知らなかったから。じゃあ、なんかジュースでも持ってこよっか。ごめんね。そうだね。先生も12歳の頃に紅茶なんて飲まなかったかも。紅茶には種類がいっぱいあるって言ったでしょ？私もダメなのはダメなの。もちろん飲めないわけじゃないけど、相性っていうか、単なる好き嫌いとか、種類によって出ちゃうのよね。レンちゃんは好き嫌いは？あ、牛乳はなんで嫌いなの？お腹がゴロゴロするの。実はね、先生も昔そうだったの。だから学校の給食で牛乳が出るとね。今は大丈夫だけど。本当は好きなのに。お腹に優しい牛乳でもダメ？なんて牛乳？名前は忘れちゃったけど、お腹がゴロゴロしない牛乳もあるのよ。レンちゃんとか、昔の私のような子のためにね。お母さんに相談すればきっと探してくれるわよ。飲み物のお話ばかりしてますね。ちなみに私も牛乳を飲んだらお腹がゴロゴロいたします。そう、パンが。牛乳にも種類があるの？そうね、基本的には同じものなんだけど、加工の仕方によって違う種類になるの。違う種類？うん、紅茶もね、葉っぱの摘み方や蒸らし方で種類が違うのよ。同じ葉っぱでもね。人間も？え？人間は種類があるの？そうだね。種類っていうより、人は一人一人違うのよ。例えば、レインちゃんは紅茶が嫌いだけど、私のように好きな人もいる。牛乳を飲んでお腹が痛くなる人もいるし、そうじゃない人もいるでしょ？でも、同じ人間でも、私みたいに大きくなったら平気になっちゃう人もいるの。ひょっとしたら、レインちゃんも平気になるかも。ね？いいことでも、悪いことでも何でもないのよ。人と違うことなんて当たり前のことなの。全然気にしなくていいのよ。むしろ、誇りに思ってもいいくらいのことだわ。誇り？ごめんなさい。そうよね。レインちゃんは悩んでるんだもんね。自慢するとかじゃなくて、気にする必要なんか全然ないって言いたかったの。私は、変な夢見るから違っているの？違っているかもしれないってことなの。普通のことなのかもしれないわ。私はレインちゃんがそれを気にしているんなら、何か役に立てるかもしれないからここにいるの。夢を見ないようにすることじゃなくて、レインちゃんがそのことで何かわからないこととか困ったことがあったら相談してくれると嬉しいな。先生はね、そういう相談に答える勉強をいっぱいしてきて、今も勉強してるの。レインちゃんは困ってなんていないかもしれないけど、もしそうだとしたら、先生にちょっと付き合っておしゃべりしてくれるだけでいいの。先生はね、レインちゃんのことをもっと知りたいの。ダメかな？嬉しい。今日からレインちゃんと先生は友達よ。遊びに来て。約束よ。私も先生からいろんなお話聞きたい。うん、何でも聞いて。わかんないことがあっても調べるから。それから、レインちゃんの好きなものも用意しとく。なーに？お腹の痛くならない牛乳。レインが人間にも種類があるって言った時は、ちょっとドキッとしましたね。いや、さすがですね。怖いです。では、レベル4から、早速やっていきましょうかね。4があったので、カウンセリング4を開いていきたいと思います。
7月8日午後2時、2回目のセッション。はい、お願いします。東子先生、こんにちは。こんにちは、レインちゃん。こんにちは。夏休みももうすぐ、楽しみだね。別に。今日はね、レインちゃんと一緒に簡単なゲームをしようと思ってこれ持ってきたんだ。なにそれ。お絵描きセット。レインちゃんは絵は好き？好きじゃない。多分。そう。残念。あ、じゃあね、丸バツって知ってる？知ってるけど、やりたくないよ。ごめんね。なんか先生外しちゃってるね。じゃあ、レインちゃんが何かやりたいことってある？もっとお話を聞かせてほしい。お話、何の話をすればいい？何でもいい。東子先生のこと。先生のこと、そうね、そんなに面白くないわよ。嫌？嫌じゃないよ。でもほら、先生は27年も生きちゃって、いっぱいお話があってね。すっごく昔のことから話すと長くなるのよ。それにそんなにすごい話もないけど。先生は何の先生なの？先生はそうだな。レインちゃんみたいに何か悩み事がある人の話を聞いて、こうしたら良くなるんじゃないかってアドバイスしたりする先生なの。わかる？やっぱり、そうなんだ。どうしたの？もし気分が悪くなったり、何か嫌なことがあったら正直に言って。先生も気をつけるけど。そう、そんなに深く考えなくていいのよ。リラックスして、先生と月一回こうして楽しくお話をするだけでいいの。うん。でですね、だんだん、東子さんの情報をこう引き出す感じの流れになってきましたね。はもうない。ゲート01。あ、なんだこれ。ゲートパス。他に、ちょっと不明なものが出てきたりします。出ますね。え？これは東子さんのダイアリーです。24ってなってますね。番号の若いから読んでいきたいと思う。です。KN01。え、なんだろうこれ。もう忘れてますね。とりあえず OK。 いますね。あ、ムービーがありますね。ムービー見てみますか。これは有名なシーンでは。
子さんの日記を若い順から見ていきたいと思います。なるべく01診断方法に関して、起用歴に関して言えば、クライアントの家庭環境は両親とクライアントのみの核家族であり、両親とも経済的にも社会的にも恵まれた環境にあると言える。両親の関係も非常によく、精神衛生上問題となる要因は特に見受けられない。発端者の血族の病歴に関しては、両親からの情報からも当研究所のデータベースにおいても、神経症、精神病、自殺者、血族結婚等の親類もなく、遺伝素因による発病の可能性は低い。ポーコさんの報告書ですね、これは。どうぞ。ポズダイアリーを見てみたいと。今日は初めての私のクライアントに会った。レインという12歳の女の子だった。高島教授に紹介された時は、なぜ私の研究対象年齢以下の12歳のクライアントを担当させるのか不満に思ったが、レインちゃんの顔を見たら何も言えなかった。レインちゃんがとても可愛かったから、何か不思議な感じがしたから。とにかく研究の対象年齢以下だろうが何だろうが、彼女は私のクライアント。幻視、幻聴症状が起こって精神的に不安定らしい。家庭環境とか悪いのかな。幼児期の経験が屈折してイメージを作ってるのかしら。なんとか私のカウンセリングで良くなってもらいたいな。少しずつ心を開いてもらえるように、焦らずやってみよう。ナンバー2が出て、これ開けないのかな。ああ、開け。出生時以後の児童期までにおいても特別なことはなく、現時点でも周壁もなく、不登校などの問題行動もない。気を疾患に関しても同様に調査した結果、問題になるような点は見受けられない。無論当研究所の付属病院に関してはこれを除外する。カウンセリングを行った時点で直接本人に現病歴を聞きたかったが、人見知り的な性格であり非常にセンシティブな少女であるため、今回のカウンセリングではクライアントの心を開くべく一般的な話に終始した。これも報告書的なものですねあれ、東子さんのダイアリーが。続けて見ていきます。現状で母親からの話では、頻繁に怖い夢を見るとのことである。ただし通常の夢ということではなく、現実感が強く、どちらかといえば幻覚に近い訴えを聞かされ、病院に足を運んだとのことである。問題の夢だが、あまり内容に対して詳しくは語らないそうだが、突然意味不明な声が聞こえたり、無理やり目を開けられてビデオを見せられたとか、庭で遊んでいたらいつの間にか一人になった気がして怯えたりといった、
自動機特有の恐怖に対する想像の産物程度のものと考えられる。これらの症状は今後自我が確立されるとともに回復に向かうだろうという見方はいささか楽観的ではあるが、小児の臨床事例からも可能性の高いことである。また基本的にそれが治らなくても生活に支障がないと思われるほどクライアントの受け答えは明瞭かつ知的である。ただし母親の話の中で気になったのは幻覚とともに幻色を感じることである。この点は通常の児童期の精神症状としてはかなり特異であると言わざるを得ない。彼女の中にそうした妄想なり幻覚を抱かせるだけの恐怖のモデルがあったかどうかが重要な点ではあるが、これは今後のカウンセリングによって明らかにしていくつもりである。報告するときにノイズが入ってるんですよね。それがまたちょっと気になりますね。もうどんどん出てきてますね。ゼロ。受けて見ていきまーす。身体所見。体型は小柄で痩せ型、少々発育不全気味なところもあるが、この年代の少女としては特に問題ないレベルである。服装外見での問題点は髪型の1点のみ。片側のもみあげだけを伸ばしており髪を束ねている。よもや学校で流行っているとは思えないが、彼女なりのファッションになっているようだ。母親の話では本人が好きでやっているとのことなので、彼女を理解する上で何らかの指針となるだろう。今後調査したい。おとなしい印象で肌も綺麗であり、その他の突起事項はない。あ、来ましたね、トウコさんの。ポズダイアリー25から開いていきたいと思います。うん、開けない。かわいい。開けなかった。ということは26も開けないということ。開けた。どういうことだ。たけしさんと食事をした。たけしさん出ましたね。しばらく会えなかったから期間中のように喋っちゃった。少したけしさんびっくりしてた。だってゴールデンウィークも結局たけしさんは休めなかったから全然会えなかったんだもん。少し拗ねてみようかと思ったけど、たけしさんの顔を見たら嬉しくてついはしゃぎすぎちゃった。でも嬉しそうにずっと笑って話を聞いてくれた。それともっと嬉しかったのは、試験合格のプレゼントに花束をくれたこと。やっぱり女は花をもらうと嬉しいのよね。ドライフラワーにでもしよっかな。ずっとこのままこの幸せが続くように。のろけですね。なぜ25が開けない。カウンセリング5を見ていきたいと思います。そうだ、学校は楽しい？普通。普通って？
面白くもつまんなくもない？うん。友達は？いるよ。友達とよく遊ぶの？うん。でも、みんな塾とかお稽古で忙しいの。私はここぐらいだから。何か習ったりしたくないの？お習字とか、スイミングスクールと…いいよ。そんなに気を使わなくても。ごめんなさい。先生カウンセラー失格だね。何かお稽古をするよりも、お家にいる方がいいの。お家で何をしてるの？秘密。ああ、ずるいな。教えてくれないんだ。だって、恥ずかしい。恥ずかしいことしてるの？多分。気になるな。まあ、いっか。でもなんだろうな。気になるな。言わなきゃダメ？話してくれると嬉しいな。ぬいぐるみさんたちとお話をするの。なんだ、全然普通じゃない。先生はてっきり。てっきり？なんでもないの。先生もお気に入りのぬいぐるみあったっけ？何のぬいぐるみ？銀行でもらった竜のぬいぐるみなの。変でしょ。なんで変なの？だって、女の子だったらもっと可愛い動物のぬいぐるみを集めるじゃない？それに、それは本当はぬいぐるみじゃなくて貯金箱だったの。でもすっごく大事にしてたんだ。たっちゃんって呼んで話しかけてね。私も、話してる。普通？普通よ。レインちゃんは先生が普通じゃない人に見える？ううん。そう。レインちゃんも同じ。変なんかじゃないのよ。アニメ版のレインでも、レインは人形をいっぱい置いてましたね。で、話しかけてましたよね。懐かしいです。ムービーをここら辺で見たいと思います。短かったですね。ダイアリー4まで見てたのかな？ちょっと開いてみたいと思います。問診。表情はやや暗いものの、笑った顔のあどけなさは全くの健康な児童である。話し方に関しては基本的に無口になる傾向はあるが、全くコミュニケーションが取れないほどのものではなく、控えめでおとなしい印象である。質問等に対する理解力も十分にあり、その答えも明快で問題ない。注意力、集中力、検討式、思考、感情の面にもおおむね問題はないが、病状に対する質問には疎通性に支障をきたす。あ、6出ましたね。では行きたいと思います。現段階ではいたずらに症状のことを聞くことは得策ではないので、病状に関係する事項については確認できなかったが、総じてクレバーなおとなしい女の子という印象を受けた。母親から学校で描いた絵を見せてもらったが、非常によく描けており、美術センスはおそらく高い。これといって精神分析に役立ちそうな得意な点は見受けられない。現段階では幻覚妄想状態ということになるのだが、おそらくは全くの正常人である可能性が高い。
病院側の身体症状の報告に関して気になったのは1点。視力が極端に良いことと、対光反射が標準範囲より低いこと。ただし、こういうタイプの児童に見られがちな貧血や皮膚症状の異常は見受けられない。はい、それでは、時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。